小池康弘は、日本の工学者、慶応義塾大学名誉教授、工学博士。専門分野は、高速 GI 型プラスチック光ファイバー、高輝度高散乱動抗体、ゼロ副屈折性ポリマー、高出力ポリマー光ファイバー増幅器、レーザー、屈折率分布型ポリマーレンズ等をはじめとする、ホトニクスポリマー。長野県諏訪市出身。長野県、 諏訪清良高等学校卒業、慶応義塾大学工学部応用科学科卒業、同大学院工学研究科修士課程修了、同大学院工学研究科博士課程修了、大塚安二研究室出身。2001年に、藤原賞受賞 COE 採択メンバー。慶応義塾大学大学院情報、電気、電子分野21世紀 COE。 プログラムアクセス網高度加工、電子デバイス技術。2010年慶応義塾評議員、慶応フォトニクス、リサーチインスティチュート所長。2018年東亜合成取締役。2020年定年退職、慶応義塾大学名誉教授、慶応義塾大学大学共通教授。慶応大学日吉ソッカーグラウンド空き事故現場2013年9月23日。 横浜市港北区で横断歩道を歩行中の84歳の女性を自動車で跳ねて死亡させる事故を起こし自動車運転過失傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。ありがとうございます。